千枚味噌でもなくね、大好きな質屋さんっていうエッセイがあるんですよ。太田春子さんっていう人が書いてくださった大好きな質屋さんというのがありますので、ちょっと朗読します。大好きな質屋さん、太田春子。新宿のデパートで年に一度の東京の質屋さんが大集合する催しがあった。つまり質流れ品のオンパレードである。私は偶然その初日の日に会場に行くことができた。毛皮や宝石のコーナーが大半を占めていた。50代から70代の女性客の熱気がすごかった。私はそそくさと片隅のバッグコーナーに、足を向けた。大ぶりのショルダーバッグが目に飛び込んできた。仕事用の本がたっぷり入りそうなバッグは革もよく、なかなかのものなのに5000円としなかった。デパートのバッグ売り場で買ったら10倍近くするように思われた。この数年のうちで一番良いバッグの買い物ができたのである。子供の頃から質屋さんが好きだった。東京都目黒区のアパートに親子2人で住んでいた自分、母は時々小学生の私を連れて近所の質屋さんへ出かけた。商店街の通りを一本奥に入った路地の突き当たりに質屋さんののれんがかかっていた。ごめんください。風呂敷包みの母がそう声をかけると、中から年配の落ち着いたご主人が現れた。母の差し出した着物を丁寧に広げながら、ご主人は、ではお預かりいたしましょう。静かな声でそういうのだった。キリリとした着物姿の奥さんが店番のこともあった。やはりキリリと気持ちの良い声で、最後に同じことを言った。ママ、私大きくなったら質屋さんになりたい。質屋さんの店を出て商店街を歩きながら、そのように母に話しかけた。質屋さんのお仕事は大変なのよ。泥棒が盗んだものを持ってくることもあるわ。ちゃんと品物とともに人相も見なくてはいけないの。すると、ママと私のことは泥棒ではないと見抜いてくださったのね。質屋さんのご主人も奥さんも決してこちらをまじまじと見つめてはいないのに、すごいなと思った。私たちはもう何度もお店に行ってるから信用してくださってるのよ、母は言った。私質屋さんが大好き、また行こうね。私は通りすがりの人が振り返るほど大きな声で言った。その時はまだどうして質屋さんがひっそりと目立たない裏通りにあるのか気づかずにいたのである。中学生になった頃からか生活が落ち着いてきた。質屋さんののれんをくぐることもがもうなくなっていった。デパートの質流れ品の会場はとても懐かしい感じがしたのである。その時に買ったバッグはとても使い心地がいい。やはり質屋さんは最高だわ。バッグを手に街を歩いているとふと笑みが浮かんでくる。私ね、テンションが低くなった時で、実はうちの自分の本を読むとこのちょっとちっちゃい一角に、書斎とは言えちゃうけど、ちっちゃい玄関のところにプチ書斎を作っとっちゃうけど、寒くてとても冬はそこに座っとられちゃうけどね、そこのこういうのにこれはいつも挟んで置いとったんちゃうけどさ、だっけ、こういうふうに言ってくださる方もでっちゃけ、ちょうどね、なんかオールウェイズ三丁目の夕日じゃないけど、昭和30年代40年代に古き良き時代の質屋さんの姿なんよ。でもさ、今生活をこうイケイケどんどんなところ、拡大路線からさ、本当にこう、なんていうの、人間幸福論じゃないけど、幸福量の方にみんな行きましょうよみたいな話から言ったらさ、この身の丈に合った借金の仕方、これが見直されてる時代ですから、だけほら、接客の良さがさ、残っとっちゃ、だけ私これ昨日厚かましくね、呼ばせてもらったっちゃけど、昔々の質屋さんたちが今の質屋の信用というのを残してくれとんしゃっていう、その恩恵に被ったところがあるっていうことなんですよ。だけど質屋の接客って一番よからないかんと、世の中で一番よからないかんと私は思ったんだけどね。でこれね、言いましょうって、ああと思ったんだけど、ほらこいつさ、入ったばっかりの頃さ、ちょっと言われよらんかった。外でもしお客さんに会っても、こっち側から挨拶したらいかんよって。今はね、外でお客さんに私も、何屋さん、
いつもお世話になってますとかなんとかとかだからこっち側から明るく声をかけるのがあのご法度なあの商売なんですよ実は、うん、でもね私ねそれだけ聞いとったけお客様と会ってもほらよあのはっきり言ってあそこの春町と四つ角のところって誰かと会うやんやっぱりね。で私前はあのそういうことやろうと思ってわざと知らん顔しとったったね。そしたらお客様がもうこの間さあそこで会った時あなた知らん顔しとろうかって私パチンって叩かれとったね。あこんだから目があったら黙認しようと思ってだけど私はもう今度からあの外でお目にかかったらあの要するに会釈するようになってたね。だけどあの挨拶したらいかんっていうのはあのあどうもいつもお世話になってますとか言った言い方をするとかなんかはいけないのだろうけどもあの何回だ黙礼でいいと思うよね。逆にね Facebook の勉強会で会ったったよね。そしたらお客さんの方からあの僕あのあれお店の方よく利用させてもらってるんですよって言っちゃったったね。で私あお買い物ですかうーんあのあれそちらではあのお金借りてますって言ったら死者王だからその方自分で神隠しアウトしなくていいですよって言って笑い話まで会社お客さんもおったりするけまああの昔々は本当にあの知らん顔しとかないかんって言いましたけどそのなんて伝えたかいな知らん顔するのもどうかなって感じやねだけやっぱ目があったらあの挨拶するべきやろなっていうか黙礼するべきやろねあの分かりません地域性もあるかもしれません私はなんで挨拶しないんだって言って店先で怒らんお客さん怒られたんかパチンってねあなたこの間会ったのに私知らん私って分からんかったろって言ってから叩かれましたすいませんいや私分かっとったんじゃけどわざと知らん顔してたつもりやったそういう意味で、ね、まあ、臨機応変にそこら辺をあのしてくださいっていうので時代が変わってあの取り扱う商材とかはずっとこう変わっていったりまたこう回帰してみたりするけど質を大事にするのはということはどういうことかって考えたらシンプルに考えたらあの普通仕事に携わるときであのある歯医者さん矯正歯科医の歯医者さんがこんなにしちゃったあの一生自分の歯であのいてもらうことっていうのがあの自分の最終目標だってあの医者歯医者さんが言ってあこの人正しいこと言いましたねと思っただけん予防医学じゃないけどあの虫歯にならない歯でしかもあの矯正が必要なら矯正をしてもらうとかなんかってなんでだけどその金儲けで歯医者をしてるんじゃなくって自分の歯をあの一生キープしてもらいたいそれの、 あの手助けをするっていうのを僕の仕事っていう言葉明確におっしゃる人がおっしゃってあこの人あのなんか、ね、正しいあの仕事の取り組み方やねと思ってねで私質屋で取り組む時に自分はどんな質屋になりたいかなと思ったらあの人の痛みが分かる試合になりたいってあの書いとっちゃうけどでそういう意味であの挨拶とかなんかもねあれって言うので昔の人たちはだけ外であの挨拶したらいかんよってこっち側から挨拶するもんじゃないよって言いましたけどそれってやっぱ思いやりなわけよでもよう考えたら目と目があって挨拶とかあと黙礼とかできるのであればそれはあの黙礼しとくべきやろうねって今は思うねだけそこら辺は臨機応変にだけあの質屋さんになりたいなとかあの質屋さんが大好きだったってあの課金を借りてくれるような人も中にはおんしゃるけどねあのそういう目線であのそういう気概のある質屋さんがあのおんしゃったって意味でだけど私こういう先輩の真似はしようと思うよってけあのどんな世界でもさ、ね、あの同じ世代でも自分よりも若くても自分よりも年取ったシャストでも、ね、あのいい人のがこの人やねって思う人の真似をしたらいいと思ってであの自分の周りにおらんとやったらいろんなものを見てあのいろんな本とかもこんなのに触れてあの
いい人の真似をしたらいいと思う。真似から始めていいと思っちゃう。ただな、自分のスタイルっていうのは確立されていくと思うけどね。私は人の痛みが分かる質屋になりたいと思っています。久しぶりに小路さんと話してきました。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。